ついに札幌ドームがネーミングライツを締結。7月19日、札幌ドームは大和ハウス工業とネーミングライツ契約を結んだことを発表しました。契約期間は24年8月1日から28年7月31日までの4年間で、愛称は大和ハウスプレミストドームに決定。一方、札幌ドームが年間2億5000万円で募集していた契約金額については非公表となっています。札幌ドーム社長の山川博之氏は、皆様に親しまれる地域のシンボルとなることを目指す当社にとって非常に心強いパートナーに恵まれたと感じており、大変感謝しておりますとコメント。一方、大和ハウス工業社長の吉井圭一氏は、今後は札幌ドームと連携し、スポーツや様々なイベントを通じて大和ハウスプレミストドームがもっと地域の方々に親しんでもらえる施設となるよう努めてまいりますと語りました。今回の契約金額が非公表となっていることについて、一部では、公募の金額ではないという裏付けだ、おそらく破格の低価格にして誰でもいいからスポンサーになってくれと懇願した結果だといった見方も出ています。札幌ドームを運営する第三セクター、札幌ドームが2024年3月期の決算を発表し、驚くべき赤字額が明らかになりました。過去最大となる6億5100万円の当期純損失を計上したのです。この赤字額は札幌市が想定していた2億9400万円の2倍以上に膨れ上がっています。赤字の主な要因は、北海道日本ハムファイターズが本拠地を北広島市に移転したことによる収益の柱の喪失です。2023年度はファイターズの移転初年度にあたり、約60試合行われていたファイターズ戦がなくなったことで、札幌ドームの収益に大きな打撃を与えました。今後、どのようにこの危機的状況を乗り越えていくのか、注目が集まっています。札幌ドームの山川博之社長は、決算発表後の記者会見で、我々がやろうとしたことが思うように進まなかったのは問題だが、見通しが甘かったというのは抵抗があると顔をしかめながら現状を説明しました。決算数字を詳しく見ると、売上高は12億7100万円で、前期比で17億400万円減少し、過去最低を記録しています。札幌ドームの赤字転落は、大規模改修が行われた14年度、18年度、そしてコロナ禍の影響を受けた20年度に続き4回目となりました。ファイターズ戦がなくなったことで、札幌ドームのイベント日数は22年度の124日から23年度は98日に減少しました。またアリーナを暗幕で区切り、入場者数を約2万人規模に縮小する新モードは、札幌市が総事業費10億円をかけて整備したにもかかわらず、23年度の利用はわずか3日にとどまり、期待された効果を発揮できませんでした。プロ野球という大きなコンテンツを失ったことの影響はあまりにも大きかったと言わざるを得ません。ここからは、札幌ドームと日本ハムが決裂するまでの知られざる裏側に迫っていきます。札幌の街のシンボルとして長年親しまれてきた札幌ドーム、しかし2024年3月期の決算発表で、その未来に暗雲が立ち込めています。北海道日本ハムファイターズの本拠地移転という大打撃を受け、札幌ドームは過去最大の赤字を記録しました。6億5100万円という巨額の損失は、市の想定を2倍以上も上回る衝撃的な数字でした。札幌ドーム社長の山川博之氏は苦悩の表情を浮かべ、こう話しました。長らく本拠地としていた日本ハムが23年春に新球場に移転し、大きな経営環境の変化が現実のものとなった。厳しく受け止め反省している。やろうとしたことが思うように進まなかった。平日開催は頭の痛いところ。広告と平日ナイターがなくなり、収益を上げるのが難しい。平日にプロ野球をやれたらいいが、やらせてくれないのでね。日本ハムが去った現実は厳しく、売上高は過去最低の12億7100万円まで落ち込みました。日ハム戦がなくなった影響は大きく、年間イベント日数は98日にまで減少。市が10億円をかけて整備した新モードもわずか3日の利用にとどまりました。山川社長のプロ野球を平日やれればいいですけどという言葉には、根本的な課題が垣間見えます。プロ野球に依存してきた経営モデルからの脱却が急務なのです。
石澤信弘北海道教育大教授はこの状況を日ハムに頼っていたことが表に出た形だと分析します。さらに市民感情としてアンチドームに変わってしまっていると指摘し、市民目線での議論の必要性を訴えています。札幌ドームは今岐路に立っています。かつての栄光を取り戻し、市民に愛される施設として生まれ変わることができるのでしょうか。今回は日本ハムと札幌ドームの歴史を振り返っていきます。日本ハムと札幌ドームの戦い。北海道の厳しい冬の気候はスポーツ文化の発展を阻んできました。11月から4月にかけて降り積もる雪は屋外でのスポーツ活動を困難にし、屋内施設の不足はプロスポーツチームの誕生を妨げていたのです。札幌市民や道民は年間を通じて野球やサッカーを楽しめる屋内施設を切望していました。そして札幌ドームの登場により状況が一変します。日本ハムと札幌ドームの歴史は2004年に幕を開けました。それまで東京ドームを本拠地としていた日本ハムは北海道という新天地での野球人気拡大を目指し、札幌ドームへの本拠地移転を決断したのです。移転初年度、日本ハムはメジャーリーグで活躍した新庄剛志選手の加入もあり、大きな注目を集めました。新庄選手の活躍もあって、日本ハムは着実に北海道でのファンを増やしていきました。そして2006年、トレイ・ヒルマン監督のもと、日本ハムは44年ぶりとなる日本一に輝きます。ダルビッシュ有選手ら将来のメジャーリーガーも札幌ドームで活躍し、ファンに多くの感動を与えました。2016年にも栗山英樹監督の下で日本一を達成。札幌ドームは日本ハムの歴史に輝かしい1ページを刻んだのです。このように日本ハムと札幌ドームの蜜月はファンに多くの栄光と感動をもたらしました。札幌ドームは日本ハムファンにとって特別な意味を持つ球場となったのです。しかしこの歴史は同時に球団にとっての大きな課題を浮き彫りにすることにもなりました。その中でも大きな問題の一つが高額な球場使用料です。札幌ドームは札幌市が所有し、第三セクターである株式会社札幌ドームが運営管理を行う施設です。日本ハムは1試合あたり831万6000円という高額な使用料を支払っていました。さらに入場者数が2万人を超えた場合には1人あたり415円の追加料金も発生します。日本ハムは年間約9億円もの球場使用料を支払っていたと言われています。加えて、日本ハムは広告収入や飲食物販収入についても制限を受けていました。通常、球団は球場内の広告看板をスポンサーに販売したり、飲食店を出店したりすることで収入を得ています。しかし、日本ハムの場合、これらの収入も札幌ドームに納めなければならず、球団の収益機会が大きく制限されていたのです。またもう一つの大きな問題が人工芝による選手の怪我のリスクでした。サッカーとの兼用を可能にするため札幌ドームには硬くて薄い人工芝が使用されています。この人工芝が原因で選手の膝や腰に大きな負担がかかり怪我のリスクが高まっていたのです。実際に札幌ドームでプレーした多くの選手が怪我に悩まされてきました。主力選手も例外ではなく、常にコンディション管理に気を使わなければならない状況だったといいます。このような状況に球団は長年不満を抱いていました。度重なる改善要求にもかかわらず札幌ドームは十分な対応を取らなかったのです。球場使用料の引き下げ交渉も難航し、むしろ値上げされるという事態も発生しました。一方で札幌ドームは日本ハムの本拠地としての役割を果たしてきた誇りを持っていました。2004年の本拠地移転以来、ファイターズはここで多くの名勝負を繰り広げ、道民に深く愛されるチームへと成長したのです。札幌ドームはそのファイターズの歴史の一部であり、北海道の野球文化のシンボル的な存在でもあったのです。しかし札幌ドームと日本ハムの溝は徐々に深まっていきました。球団は選手のパフォーマンスと財政面での負担を考慮し、野球に特化した新たな本拠地を切望するようになっていったのです。ファイターズと札幌ドームの対立が深まる中、当時の札幌ドーム社長の姿勢にも問題がありました。2021年、ファイターズが札幌ドームからの移転を決断した半年後、
札幌ドーム社長は自身のコラムで次のように述べています。ファイターズは札幌ドームの使い勝手に問題があると言っているが、私は欠陥があるとは思わない。最近まで札幌ドームの社長を務めていた自分が言うのだから間違いない。しかし実際にはファイターズの選手や監督から札幌ドームの人工芝の硬さが原因で怪我が多発しているという指摘が繰り返しなされていました。こうした現場の声に耳を傾けようとしない社長の姿勢はファイターズとの対立を深める一因となったのです。また社長は来場者の不満にも十分に向き合っていなかったようです。例えば札幌ドームのシャトルバスの最終便は21時半と早く、試合終了まで利用できないという問題がありました。他球場では試合終了に合わせてシャトルバスを運行しているケースが多いです。こうした来場者の利便性を高める取り組みを札幌ドームが行わなかったのは、社長を含む経営陣が来場者の目線に立って考えることができていなかったからではないでしょうか。2020年には札幌ドーム、札幌市、北海道、ファイターズの4社による会談が開かれました。この会談はあくまで札幌ドームの使用についての話し合いの場であり、ファイターズの新球場構想についての議論を行う場ではありませんでした。にもかかわらず札幌ドーム社長は新球場について質問を繰り返したのです。ファイターズ側は新球場については話さないとあらかじめ釘を刺していたのです。社長のこうした姿勢はファイターズの反発を買う結果となりました。4社会談から半年後に発表された社長のコラムは世間の反感を買いました。下手な芸人より面白い文章、何を言っているんだこの人は、読売ジャイアンツでも出ていきそうだなど厳しい意見が相次ぎました。こうした反応は社長がファイターズの立場に立って考えることができていないことの表れと言えます。ここまで見てきたように札幌ドーム社長の姿勢はファイターズとの対立を深める要因の一つでした。現場の声に耳を傾けない、来場者の不満に向き合わない、そして会談での不適切な発言、こうした社長の姿勢がファイターズの札幌ドーム離れを決定的なものにしたという説もあります。秘密裏の建設計画。エスコンフィールド北海道の建設計画は当初ごく限られた関係者の間で秘密裏に進められていたのです。2015年、ファイターズのペナントレースが佳境を迎えた頃、ある異変が球団内で起こっていました。球団社長の武田健壮氏がアメリカへの出張を重ねていたのです。表向きの目的は明かされていませんでしたが、その行き先のリストにはニューヨーク、セントルイス、ミネアポリスなどメジャーリーグの有力球場を擁する都市の名が並んでいました。武田社長のアメリカ出張と時を同じくして球団に一人の人物が復帰していました。前澤健司です。彼は数年前新スタジアム建設を提案した人物として知られていましたが、一度は球団を離れていたのです。再び球団の一員となったことでスタジアム建設計画が水面下で動き出したのではないかという憶測が広がり始めました。前澤氏は他の職員とは異なる独特の存在感を放っていました。外国産の高級車に乗り、スイス製の高級時計を身につけ、まるでスポーツ界の革命家を思わせる風貌でした。そんな前澤が密かに動き回る姿が球団事務所で目撃されるようになっていたのです。しかし当時は誰もが疑念を抱きつつも、その真相をつかむことはできませんでした。新スタジアム建設という大胆な構想は日本のプロ野球界では前例のない挑戦だったのです。それを実現するには膨大な資金と周到な準備が必要不可欠でした。にもかかわらず前澤氏と武田社長を中心とする一部の幹部はひたすらに新スタジアムの青写真を練り上げていたのです。彼らは単なる野球場ではない、全く新しいコンセプトの施設を目指していました。それは球場を中心とした一大スポーツコンプレックス、野球を核とした地域コミュニティの創出など壮大なビジョンにあふれたものだったのです。だがその計画の全容が明らかになるまでにはまだ時間がかかります。前澤氏らは慎重に機を見計らいながら着々と準備を進めていたのです。新スタジアム建設の全容。ある日前澤氏は球団事務所の一室に幹部たちを集めました。そこで彼は新スタジアムのコンセプトを説明し始めたのです。2023年春、天然芝、
開閉屋根付き全天候型スタジアム。次々と明かされる新スタジアムの姿に幹部たちは息を呑むばかりでした。前澤氏が描く新スタジアムは単なる野球場ではありませんでした。それは最新鋭の設備を誇る、まさに野球に特化した球場だったのです。天然芝を採用し、開閉式の屋根を備えた全天候型、悪天候にも対応できる、選手とファンにとって理想的な環境が約束されていました。さらに前澤氏は新スタジアムを核とした周辺開発の構想も語り始めました。スタジアムの周りには大規模な商業施設や公園、ホテルなどを配置する。スタジアムを中心にまるで一つの街のようなにぎわいを生み出すのだというのです。幹部たちの目は熱を帯びていきます。それは日本ハムの歴史に新たな1ページを刻む大プロジェクトの始まりを告げるものでした。前澤氏が描いたビジョンは、野球を通じて地域に活力をもたらし、球団とファンをより強固につなぎ止めるものでした。幹部たちはこの構想の実現に向けて一丸となって努力を重ねる決意を新たにしたのです。こうして日本ハムの新スタジアム建設計画は全貌を表しました。それは球団の枠を超えて、北海道の、そして日本の野球界の未来をも変える可能性を秘めた壮大な野望だったのです。しかしこの構想を実現するためには、いくつもの難題が立ちはだかります。巨額の建設資金をどう調達するのか、候補地をどこにするのか、そして札幌ドームとの関係をどう整理するのか。日本ハムの新スタジアム建設はまだその第一歩を踏み出したばかりでした。しかし前澤氏を中心とする球団幹部たちは、この困難に立ち向かう覚悟を固めたのです。新スタジアム建設という壮大な計画を前に、日本ハムは数々の困難に直面することになります。まず巨額の建設費用をどのように調達するかという問題がありました。新スタジアムの建設には数百億円規模の資金が必要となります。球団の財務基盤だけではとても賄いきれる額ではありません。日本ハムは資金調達のために様々な方策を検討していきました。行政からの支援を求めるのはもちろん、企業スポンサーを募るなど、あらゆる可能性を模索したのです。また新スタジアムの候補地選定も難航しました。球団は交通アクセスの良さや周辺環境との調和など様々な条件を考慮しながら最適な場所を探し続けます。しかし用地取得のハードルは高く、なかなか理想の候補地が見つからなかったのです。そしてもう一つの大きな課題が、札幌ドームとの関係をどうするかということでした。長年の本拠地である札幌ドームを離れることは日本ハムにとって簡単な決断ではありません。また札幌ドーム側も日本ハムの移転に難色を示していました。日本ハムは札幌ドームとの交渉に臨みます。新スタジアム建設の理解を求めると同時に、移転までの間の使用条件についても協議を重ねました。しかし交渉は難航し、両者の溝は簡単には埋まりませんでした。日本ハムが水面下で進めていた新スタジアム建設計画はついに表舞台に姿を現します。2018年、日本ハムは記者会見を開き、新スタジアム建設の構想を正式に発表したのです。この発表は北海道中に大きな衝撃を与えました。プロ野球チームが自前の新スタジアムを建設するという前例のない出来事だったからです。メディアは一斉にこのニュースを報道し、世間の注目が一気に日本ハムに集まりました。ファンの反応は様々でした。新しいスタジアムでの観戦を心待ちにする声がある一方で、札幌ドームに愛着を感じているファンからは複雑な心境を吐露する声も聞かれました。札幌ドームで応援してきた思い出が消えてしまうのか。新スタジアムは札幌ドームほど便利な場所にあるのだろうか。期待と不安が入り混じる中、ファンは新スタジアムの詳細を待ち望んでいました。日本ハムは構想の全容を明らかにしていきます。新スタジアムは北広島市に建設されること、天然芝と開閉式の屋根を備えた最新鋭の野球場となることなどが発表されました。またスタジアムを中心とした大規模な複合施設開発の計画も明らかにされたのです。北海道の、そして日本の野球界に新時代を築く。そう語る球団幹部の言葉に、ファンの期待は一気に高まっていきました。
開業までの道のり。札幌ドームでの最後のシーズンを終えた日本ハムは、いよいよ新スタジアム建設に向けて本格的に動き出します。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。まず直面したのは、建設工事の遅れです。予定していた着工日を過ぎても、なかなか工事が始まりません。背景には、複雑な建設許可の手続きや、資材調達の難航などの問題がありました。球団は、工期の遅れを取り戻すべく、関係者と調整を重ねます。そして、ようやく建設工事がスタートしたのです。巨大なクレーンが立ち並び、新スタジアムの骨組みが少しずつ姿を現していきました。工事の進捗とともに、球団は新スタジアムの名称を発表します。その名は、エスコンフィールド北海道。命名権を取得した企業の名を冠したこの名称は、新スタジアムの象徴となるものでした。そして迎えた2023年3月、エスコンフィールド北海道が、ついに完成を迎えました。真新しいスタジアムを前に、関係者は感無量の面持ちです。あれほど遠く感じていた夢が、ここに実現したのだと。完成したエスコンフィールド北海道は、まさに壮観の一言でした。美しい緑の天然芝、大迫力の大型ビジョン、快適な座席。すべてが、ファンと選手を魅了する最新鋭の野球場だったのです。日本ハムは、開業に向けて、様々なイベントを企画します。内覧会では、多くのファンが訪れ、新スタジアムの姿に感嘆の声を上げました。そして、いよいよ開幕戦の日を迎えるのです。この日を待ちわびていた多くのファンが、新スタジアムに詰めかけます。ファンが目にしたのは、これまでにない斬新なスタジアムの姿でした。スタンドは、どの席からもグラウンドがよく見渡せるように設計されています。大型ビジョンは、臨場感あふれる映像を映し出し、ファンを魅了しました。グラウンドに目を向ければ、そこには青々とした天然芝が広がっています。スタジアムのあちこちには、快適な観戦環境を支える設備が整えられていました。座席は広々としており、ゆったりと野球を楽しむことができます。飲食店やショップも充実しており、野球観戦以外の楽しみ方も提供されているのです。日本ハムが去った札幌ドームの苦境。日本ハムがエスコンフィールド北海道に移転したことで、札幌ドームは大きな痛手を被ることになります。日本ハムは、札幌ドームの収入の3割を占める重要な顧客でした。その日本ハムが去ったことで、札幌ドームは年間十数億円の減収に直面したのです。2022年6月、札幌市と札幌ドームは、日本ハム移転後の収支見通しを発表しました。それによると、2023年度は約3億円の赤字が見込まれるものの、2024年度以降は黒字に転じ、5年間で約9億円の黒字を計上するとの予測を立てていました。しかし、この見通しはあまりにも楽観的すぎるものでした。北海道大学の教授は、サッカーの試合数を増やしても、日本ハムの試合の代わりにはならない。と指摘。また、元札幌市の文化局長も、コンサートを誘致するにも、そんなに甘くない。と厳しい見方を示しました。札幌ドームは、2023年3月、新モードと呼ばれる新しい取り組みを始めます。コンサートなどのイベントに対応するため、ドーム内を幕で仕切り、2万人規模のイベントを開催できるようにしたのです。この工事には約10億円の費用がかかったと言われています。しかし、新モードの効果は限定的なものにとどまりました。2023年11月までに新モードを使ったイベントはわずか2件。しかも、そのうちの1件は、札幌市が実績作りのために開催したラグビーのパブリックビューイングだったのです。多額の費用をかけた割には、収益につながるイベントを開催できていない状況が浮き彫りになりました。新モードが思うような成果を上げられなかった理由について、音楽業界の関係者は、ドームは音響が良くなく、スタンドからの距離もあって見づらい。2万人規模なら、他の会場でも開催できる。と指摘します。つまり、札幌ドームの箱としての魅力が乏しかったのです。札幌ドームの経営は、他の面でも行き詰まりを見せ始めます。日本ハム移転で減収が避けられない中、ネーミングライツの募集にも乗り出しました。しかし、その条件があまりにも厳しいものだったため、応募する企業は現れませんでした。
年間2億5000万円以上という高額な条件は、プロ野球の試合がない札幌ドームにとって非現実的な設定だったのです。札幌市議の成田悠輝氏は次のように述べています。正直に言うと、なぜこのタイミングで募集したのか疑問には思います。年度末も差し掛かる時期でしたし、期日も2ヶ月弱と短かった。ただどこからも手が上がらなかったというわけではありません。複数社から問い合わせがあり、交渉は継続しているようです。このまま全く名前がつかないような施設ではないと思います。金額の代償はあるでしょうが、1億でも1億5000万でも値がつけば、それだけで赤字削減になるのではないでしょうか。市民の皆さんからすれば、日ハムに逃げられた、今まで黒字だったのに赤字になった、それはお前らが悪いだろうとなる。そうした思いは真摯に受け止め、できる限りのことをやるしかないと思っています。2023年度の決算は当初の予想以上に悪化しました。収支計画の見直しを迫られた札幌ドームは、存続のために新たな打開策を模索せざるを得ない状況に追い込まれているのです。日本ハム移転という大きな環境変化は、札幌ドームに深刻な経営危機をもたらしました。新モードへの多額の投資は失敗に終わり、新たな収益源も見出せていません。かつての最大の顧客を失った札幌ドームは、今存亡の危機に直面しているのです。札幌ドームに対して批判的な意見がネット上で話題となっていることについて、札幌市議の成田悠輝氏は、誤解に基づいた批判が多く、建設的な批判は全くと言っていいほど見受けられません。どうしてこうなったのか不可解に思っています、と述べています。特に札幌ドームは日ハムの値下げ要求を突っぱねた上に値上げに踏み切った。不当に高い使用料を提示し続け、日ハムから搾取し続けていた、といった主張に対して、代表的な誤解と一蹴します。成田氏によれば、ネット上では札幌ドームが値下げ要求を突っぱねたという話になっているそうです。そもそも札幌ドームは公共施設です。運営主体である札幌ドーム株式会社も通常の民間企業ではなく、札幌市から札幌ドームの指定管理者として指定を受けた企業、いわゆる第三セクターです。そのためドームの使用料を決める権限は一切ありません。札幌ドームの使用料は札幌市の条例により決まっています。ですから料金変更には市の承認を得なければなりません。もちろん利用団体は日本ハムだけではありませんから、当然議会でも様々議論が行われます。そのため急な値上げはできませんし、反対にお願いされたからといって特定の団体だけをいきなり値下げもすることはできない。一方、議事録などを見る限り、日ハムが市や市議会に直接値下げを要望しに来た記録はありません。にもかかわらず、なぜかネット上では札幌ドーム側が値下げ交渉に乗らなかったという話になっているのです。また使用料の値上げについても、複雑な理由や市当局の思惑があるわけでも、日ハムだけ不当に値上げされているわけでもないとのことです。消費税増税があり、その分を価格転嫁しなければならなかったからです。そのため値上げが行われたに過ぎません。当然議会でも議論の末承認を得ていますし、野球に限らずコンサートなどその他のイベントを開催する際も同じ金額を請求しています。札幌ドームのホームページによると、野球のような大規模イベントの1日あたりの基本使用料金は847万円で、観客数が2万人を超えた場合、1人当たり423円が加算されます。その他、設営撤去料金が1日あたり423万5千円かかります。日ハムの発表資料によると、札幌ドームを拠点としていた当時は球場使用料に年間約9億円を費やしていたようです。一方、東京ドームを拠点とする読売ジャイアンツの場合、東京ドームの基本料金は1日あたり2200万円で、23年の総試合数71試合を単純計算すると、年間15億6200万の使用料がかかります。これだけで、札幌ドームの使用料の倍近くになります。さらに、東京ドームでも設営や撤去などの準備日に、1日あたり1100万円の使用料金がかかり、その他にも時間外利用での使用、警備員や整理員の手配、清掃が必要な場合には別途料金がかかるため、年間の使用料は15億6200万では済みません。
札幌ドームと東京ドームを比較すると、札幌ドームが不当に高い使用料を日ハムに課していたとまでは言えないという意見もあります。札幌ドームの今後と日本ハムとの関係。日本ハムの移転による減収と新たな収益源の確保に失敗したことで、札幌ドームの財政状況は急速に悪化しています。2024年1月にはネーミングライツの募集を開始しましたが、年間2億5000万円以上という高額な条件設定があだとなり、応募する企業は現れませんでした。札幌ドームの球場は市民の間でも大きな関心事となっています。赤字垂れ流しで税金投入するくらいなら解体してほしいという厳しい意見も出始めました。日本ハムという大口顧客を失った札幌ドームは存在意義そのものが問われる状況に陥っているのです。そんな中、2024年3月日本ハムが久々に札幌ドームでオープン戦を開催することが決まりました。ファンからは選手の怪我を心配する声が上がる一方で、札幌ドーム側はわずかな収入でも得たいという思惑があったのかもしれません。しかし、この2試合が日本ハムにとって札幌ドームの最後の試合となることが次第に明らかになってきました。オープン戦後、日本ハムと札幌市の球場使用契約が終了。事実上、日本ハムと札幌ドームの関係はここで完全に断絶したのです。札幌ドームにとって日本ハムとの決別は新たな道を模索する大きな転機となるはずでした。しかし、現実は厳しいものであり、打開策は容易には見つかりません。2024年3月札幌市は2023年度の収支見通しを下方修正、当初予測を上回る赤字が見込まれることを明らかにしたのです。日本ハムを失った札幌ドームをオワコンと揶揄する声もありました。しかし、今札幌ドームが直面している現実はオワコンどころではありません。存続のための抜本的な改革が求められている。それは札幌ドームだけの問題ではなく、札幌市政全体の課題でもあるのです。札幌ドームと日本ハムの物語は一つの終わりを迎えました。エスコンフィールド北海道の誕生は日本ハムにとって長年の夢の実現を意味するものでした。この長い道のりを振り返れば、その実現には並々ならぬ努力があったことがわかります。今、エスコンフィールド北海道は、北海道の、そして日本ハムの新たなシンボルとしてそびえ立っているのです。日本ハムは新たな高みを目指して挑戦を続けます。そしていつの日か、エスコンフィールド北海道から生まれた感動が、北海道を越え、日本を越え、世界中の野球ファンを魅了する日が来るかもしれません。